皆さんこんにちは、秋月止水です。いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。チャンネル登録者が300人を超えたということで、そろそろ何か記念の動画を出してもいいだろうと思いまして、ちょっと普段とは違うトークの動画を撮っています。僕のことをちょっとお話ししようかなと思うんですけど、実は最初は YouTube ではなくて、TikTok で、活動していました。で、そこで YouTube ショートっていうのがあるっていうのを知ったのをきっかけに、今年の4月の末30日からですね、投稿を始めて、今ちょうど3ヶ月ぐらいになってます。まあ、僕が自分で言うのもおかしいんですけど、まあ、よく毎日ねずっと投稿が続いたなと思ってます。まあ、投稿してるのが、まあ、やっぱショートで1分以内なので、作りやすいんですよね。まあ、それが続いた理由かなって思ってます。で、毎回しっかり見てくださってる方で、あとね、さらにコメントしてくださる方、本当にありがとうございます。まあ、一応ね、日本語でも英語でも、まあ、他スペイン語とかいろんな言語でコメントいただくんですけど、いただいたコメントは全部チェックしてます。とても励まされますし、これからもちゃんと頑張んないとなっていうね、気合が湧いてくるので本当にありがたいと思っています。まあ、ちなみにもうここでね、気づいてるとは思いますが、僕は日本人なので、もしかしたら返信してる英語とかに、なんか、いや、この言い方なんか変だなっていうところがあるかもしれないんですけれども、そこはどうか多めに見ていただければと思います。で、あとね、コメント関連で言うと、リクエストをくれる方も本当にありがとうございます。実はね、毎回その日に歌いたいのを撮ってるとかじゃなくて、あらかじめ録音する曲はリストでこう何日か先までこう作ってあるので、なかなかね、リクエストいただいてもすぐに反映するっていうのができてないんですけど、まあ、順番にね、少しずつ撮っていってますので、リクエストしていただいた方はちょっとお待ちいただければと思います。でね、ここからこれからどうしていくかなんですけど、300人、登録者300人を記念して、初めてのですね、ボーカロイドの作品を投稿しようかなと思ってます。曲名はファンデーションっていう曲です。で、もしものすごい人気が出たとか、なんか反響があれば、止水さんも歌ってくださいみたいなことがあれば、僕自身も歌って何か投稿するかもしれません。ぜひ皆さんご覧ください。お楽しみに。てなわけでですね、ちょっとまあ動画としては短いんですけど、今回はここで終わります。初めてのトーク動画なんでね、ちょっとどうしていいかわからなかったんですけど、まあこんな感じでしょう。まあ、これからも歌をどんどん投稿していきますので、チャンネル登録、高評価、コメントなどなどですね、これからもぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画で会いましょう。